一つものは、謝辞の祭礼、法営などで行われる神事、行事の一つ。地後などの紛争した人あるいは人形が一つものと呼ばれ、信仰行列などに加わるものと何らかの儀式を行うものがある。一般的には一つもの、一つものなどと表記されており、文献資料では一物、一社とも表記されていた。芸や所作があるわけではないため、 いわゆる芸能的な要素は少ない。日本民族学において、いざやその名残であるという説が定着しているが、もともとは風流であるとの説もある。一つもの真事最後に川に落とされる一つもの文献、絵画資料から馬尾佐を一つものと記した事例がある、ことや類似した装束であったことが確認されており、起源は馬尾佐にあると考えられている。 馬を差は祭礼において朝廷などが寄進した馬に乗る。役目を持った風流で、儀本者の御霊会などで行われていた。資料に一つものが見られるようになるのは、平安時代後期からで、中期の宇治鎮守明神の記述などが挙げられる。伝学、やぶさめ競馬、相撲、王の舞、獅子舞などとともに行われていた事例が多く、王の舞と同じように、 これら一連の芸能を構成する一つの芸能として、平安後期の機内の祭礼、法衛で一つものは成立し、中世に各地に伝播していったと考えられている。一般的に道時が勤めること、馬などで移動することが多く、中には地面に足をつけることを禁忌としている事例があること、山鳥のオはや紙水をつけた傘をかぶり、 化粧をしていることなどが一つものの特徴として挙げられている。これらの特徴を陽動振興の影響、地面に足をつけないのは神聖しされているため、装飾と化粧はいざになるための道具と考察し、また振興行,行列において重要な位置を占めていると考えられたことや芸を伴わないことなどからいざであるという解釈がなされた。 この解釈のもとでは一つものという名称は一つ、少数を意味すると考えられている。一方で、信仰行,行列などにおいて馬上であることは特別なことではなく、また装飾と化粧は風流でも見られるものであり、前述の特徴は宗教的な意味が特に強いものではなく、一つものはいざではなかったとの解釈もある。この解釈のもとでは、 一つものという語は一番目立つという意味で、かつては流行した風流のことを一つものと呼んでいたと考えている。流行の風流であった馬をさを一つものと呼んだが、それそのものが一つものと呼ばれるようになり、後に各地で民族変容が起き、いざであると認識されるようになったと説明している。一つもの。 あるいは一つものであると考えられている行事が、いくつかの地域で行われており、春日若宮神社、県神社、小川うぶ砂神社、曽根天満宮、荒井神社、高砂神社、社立平出身者、大塩天満宮、琴団八幡宮、熊岡八満宮、宇賀神社などは、人が一つものとなる事例である。熊野早玉大社、大宝八幡宮、 八王子社などでは人形を一つものとしている。大砲やわタグの事例では、虫送りのような汚れを流す行事と人身極端の影響が見られる。ありがとうございます。